はいみなさんこんにちはレック専任講師の赤松です、えー、今日は私の方が担当します赤松式記述山手講座太郎と花子の事件簿2019こちらの講座の、えー、ご紹介を簡単にさせてくださいはい、えー、不動産東京都商業登記法、えー、各界一問ずつ問題を解いていただく講座となります、えー、合計で全8回となりますはい ええと、ただしですね、こちら、一、えー、回目から四回目は、 2019年向けのものですが5回から8回目のものは2018年向け昨年度実施のものとです、ね、内容的に重複しますのでお申し込みの際はご注意ください過去受けたことがない方は全8回取っていただいて大丈夫過去受けられたことがある方は、まあ、今年の分だけのような形で分化してもお申し込み、ね、いただけますのでそこ注意してください。 えとこちらの講座、タイトルの講座とおりのます、えーまあ、あの問題の特徴ですけれどもまず本試験の給付式問題を、えー、徹底的に意識した問題を作っております。えー、皆さんが本試験で困るところは問題の、えー、圧倒的なボリューム感だと思うんですね。えーまあすのに本試験と同じようにすごくボリュームある問題を作成しています。えー、ぜひそういいいった問題は慣れておいておください それから実務的な側面も重視しています。まあ本試験実務家が作っていますから、まあそのに実務的な側面から見てもまあ違和感がないような形で問題を作っているつもりです。はい、そして本試験の予想問題としてぜひ役立ててください。まあ過去の出題実績ですね。まあ簡単にご紹介しておきます。 はいこちら2015年ですがこちら右が本試験問題となりますね定当権の全部上との後債権の範囲を変更して電子記録債権というものを追加するような問題まあこちら論点として当たっていますはいそれから2016年向けこちらは確定判決に執行部の付与を受ける アドバイスをするという内容ですとか定当権,権を合併で移転しましてその後解除で抹消するような論点、はい、それから商業登記ですとこちら2016年向けですが監査等委員会設置会社の設定それから重要な業務執行の決定の委任九州分割 2017年向けでは存続期間の満了による解散、はいえー、とそれから例えば2018年向けですと会社継続ですとか社外監査役を2名選んで監査役を設置するという論点株式の無償割り当て。 はいまあ、今、ねえー、ざっとお示ししましたが、えーまあ、予想ですので当然、えー、常に当たるとは限りません、えー、外れるときはまあ思いっきり外れてしまっているときもあるんですが、まあ、結構、当たっているときは、ね、あの論点として、えーまあ、結構いい線いっているところもありますので、まあ、ぜひことしもです、ね、何度か、えーまあ、論点的中を目指して頑張りたいと思っていますので、えー、ぜひご期待をください。 でえっとこちらもんと太郎と花子の実験簿の問題非常に難しくなっていますえ皆さん各自で不動産東京一時間商業東京一時間合計二時間で時間設定をして解いてみてくださいでただ一時間ずつでおそらく初めて解くときは解ききれないと思いますえすごくボリュームのある問題になっていますですのでまあそこであのまあ面食らってしまうんじゃなくてまあ最初できなくてもですね。 まずあの最初はなんとかの半分ぐらいは書き切るという感じで頑張ってみてくださいそして解説を聞いてもらってあととりあえず繰り返して練習してもらってで本試験まで,です、ね、にこの講座の問題で出されている論点 えもうそれを本当にもしっかりとマスターして本試験臨んでほしいいと思います、まあ、そうすればねもうこんなに難しい問題を自分は解いたんだっていうすごく、えー、まあ本試験臨むにあたって自信にもなると思いますし、えー、まあ皆さんにとってこんな難しい問題を解いたっていうことがすごく安心感にもつながると思います。えー、ぜひ、えー、こちらの講座の方で皆さんの記述式の実力これをしっかりと培ってください。 それではえっと残りまあ本試験までわずかですけどね、えー、精一杯頑張ってくださいはいでは、えー、また講座の方でお会いしましょう。